今回ご紹介するのは越前町の小田文化歴史館前にあるギフト&カフェアエラです。ナレーションは私西野ゆうきがお送りします。ギフト&カフェアエラは佐々木孝興さん、英子さんご夫婦が地域の人々や剣神社に訪れた参拝客が気軽に立ち寄りほっと一息つける憩いの場所にしたいと去年10月にオープン。お店の名前アエラには地域の和と人の和、そして和文化など和にこだわった2人の思いが込められており、店内では地元の工芸作家が作った作品や御朱印帳や小銭入れといったちょっとしたギフトにぴったりの和雑貨を展示販売しています。アエラっていう名前にもありますけど、皆さんがこう和を持って和やかにね集まって集える場所にしたいなっていう思いから始めました。和にこだわって和雑貨とかそういう町内の方の作品とかそういう作家さんの商品とかそういうのを展示して皆さんに見ていただきたいなっていう思いも同時にありましたね、はい、町内の方だけじゃなくて観光客の方ももっとその越前町っていう場所を知っていただきたいなって。でここは昔から剣神社っていうね有名な神社がありますので、その辺に参拝なさる方がたくさんいらっしゃるんですけど、その方たちも集える場所として気軽に立ち寄っていただけるお茶飲みどころとして使っていただければいいかなと思ってます。はい、アエラの見せどころ。もともとお菓子作りが趣味だったという玲子さん、お店のショーケースには玲子さんがその日の朝に焼き上げたシフォンケーキやパウンドケーキなどが並びます。また軽食にはオムライスやナポリタン、ピザなどを提供。昔懐かしい味わいを求めて多くのリピーターが訪れます。それでは早速お店のおすすめメニューをご紹介しましょう。まずはスープ、サラダ、ドリンクがついたランチセットの一つ、カレーセット。アエラ自慢のスパイスの効いたカレーは一度食べると病みつきです。当店のカレーはいろいろスパイスをたくさん入れてスパイシーな味にしています。クミンとかカルダモン、ターメリック、ナツメグとか5種類ほど入れて、さらにコーヒー、あとチョコレート、蜂蜜などをブレンドして、お肉は肩バラ肉の厚いので男性好みの感じの味に仕上げてるつもりです。お客さんなんかでも大盛りを注文なさる方が多いですね。ホットコーヒーはテラコーヒーという東京の豆をひいて、お客様の注文を受けてから豆をひいて入れるようにしています。続いては地元の和菓子店あんまやとのコラボ商品、ドラパンにドリンクがついたセット。あんこの甘みのアクセントとして季節のフルーツをトッピングしています。このドラパンは小田町内のあんま屋さんという和菓子屋さんのどら焼きを使用しています。で最初このまま召し上がっていただいて、次についているメープルシロップをかけて食べていただくと、また味変しておいしい、2度おいしく感じられると思います。最後は期間限定メニューのきび団子セット。地元の特産きび粉 100% で作っているのがこだわりで、きび特有の優しい甘みが口に広がります。食感がねすごくこうもちもち、すごい柔らかくて甘みもすごくあります。普通はね白玉粉とか上新粉を混ぜちゃうんですけど、うちのは小田さんのきび粉を 100% 使用してますので、とっても手前味噌ですけど美味しくいただけると思います。だからテイクアウトの方にも温かいうちにお召し上がりくださいねって一言添えてます。また毎日正午まで厚切りトーストに卵、サラダ、ドリンクがついたお得なモーニングセットを提供しています。ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
辻木神社通りにある一服処あえらです。皆さん参拝の折にはぜひお立ち寄りください。待ってます。